ふうにこうジャッジによっては、はい、評価分かれたと思います。さあ、変わってはブルガリアのカップルです。昨年のこの大会で第2位でした。アルベナ・ベンコはマキシム・スタビスキーです。ブルガリアのアルベナ・デンコはマキシム・スタビスキーでした。本当にあの全体十分なスピードとこう楽々とした流れのレージで滑られていました、はい、特に2人 の, あの感覚ポジションが常によくコントロールされてピタッとくっついてたのがとても良かったと思います。ダンスのパターンもよく身についていたと思うのでその動きがスムースなんですよね。そうですね。で、あのたくさんのカップルが滑った後太いトレースがついてますよね、はい、とあのやはり深く入り込んで深く外に出るっていう深いパターンで滑ってるのがそのどこを滑ってるかでよく見えたと思うんですよね。あ、やはりあのこの男性のフリーレッグの伸ばしがとても綺麗で体全体の線とよく調和してたと思うんですね、これはね大事なことなんですよ、でも彼らのこのオーストリアンワルツってなんかあのクラシックのワルツのスタイルっていうんじゃなくて少し個性的なムードが出てて、それなりに味があったと思います、今シーズンは優勝も狙っているカップルです。昨年の世界選手権では銅メダルを獲得しています。上2つに抜けたからといって彼らに金メダルが来るかといったらまたそれはそうじゃないところが難しいところですよ ね, またライバルたちも力を1年でつけてきてますし ね, すね、昨年の3位もあの完全な3位じゃなくてやはり激戦だったので、はい、その分今シーズンは戦いが面白いですね。テクニックの得点 5.3 から5.7 という評価でした。そしてタイミングのエクスプレッションです。 5.5 から5.8 です。すべてのジャッジがここまでの1番をつけました。